今朝、静岡県側から富士山の山頂に雪が積もっているのが確認できました。甲府地方気象台が観測できれば、初冠雪が発表されます。日本一の頂は真っ白な雪に覆われています。富士山が雪化粧をしました。富士山の山頂は、昨日夜からマイナス6度を下回る冷え込みとなっていて、雪が積もりました。 今朝の山梨県側は曇っていましたが、この後、甲府地方気象台から山頂の雪が観測できれば初冠雪が発表されます。今年は秋になっても気温があまり下がらなかった影響で、130年間の観測史上最も遅い初冠雪となります。